はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、人気芸人のですね、四千頭身のですね、後藤さんがですね、あるですね、まあ話をですね、滑らない話でしたんですけども、なんとですね、そこでした話っていうのは何かっていうと、以前自分がですね、したですね、あるトークがですね、ある女優さんがですね、勝手に別の番組でですね、まあ全パクリして、勝手に自分の話として使っていたという話をね、したんですね。はい。今回の動画はですね、それの詳細、プラスですね、そのですね、後藤さんのトークをですね、黙って全パクリして、自分の話としてですね、披露したですね、女優とは一体誰なのか、そしてその現場はどういう現場だったのか、そしてそれはわざとなのか否か、まあ、そのあたりもですね、全部僕なりにですね、解説の方をしていきたいと思います。まずですね、四千頭身さんといえばですね、まあ今ね、お笑い第7世代なんて言ってますけども、まあその中でもですね、本当中心的な人物ですよね。まあトリオでですね、漫才を主にしてですね、今回話で出てくる後藤さんというのは、その真ん中のですね、ボソボソ突っ込む方ですね。はい。で、この方はですね、本当にですね、当時からセンスがすごかったらしくてですね、いわゆるですね、この両サイドの二人いるじゃないですか。ね、トリオのうちの両サイドの二人がですね、養成所時代に後藤さんと組みたい、まあ後藤と組みたいって言ってですね、両方から行ってきて、まあその結果できたのがこの四千頭身というですね、まあトリオなわけなんですね。まあ、つまり養成所時代からまあね、一目置かれていたってことですね。はい。で、実際問題ですね、この後藤さんがですね、まあ、メインとなって、まあ、基本的にネタを作ってるわけなんですけども、まあネタも面白いですよね。本当になんていうんですかね、新しい視点というか、新しい仕組みだったりとか、そういうのをガンガン取り入れてくるわけですよ。で、ちなみにですね、僕がですね、一番ね、四千頭身さんのですね、ネタで、うわ、これすごいな、この発想、うわーって思ったのが、あの、広告を入れるってネタですね。そう、3人でですね、出てきて漫才を始めるわけなんですけども、基本的にはですね、2人で漫才を進めていってしまうわけですよ。じゃあ、残りの1人が何をしてるかっていうと、漫才の途中でですね、広告、まあ、YouTube に挟まれるような広告をガンガン勝手に入れてくるわけですね。で、それに対して後藤さんが、いや、ちょっと漫才にね、漫才のネタ中に YouTube みたいな広告入れるのやめてっていう風に突っ込むっていうね、まあ、ネタなわけなんですよ。こういう風にですね、まあ、ほんと YouTube のですね、広告をですね、ネタにして、かつそれをですね、漫才に入れ込むみたいなネタをね、作れるっていうのはですね、本当にすごい発想力だと思うし、まあ、実に現代的、まさに第7世代って感じですよね。はい。で、そんなですね、後藤さんがですね、滑らない話に出たわけなんですよ。でですね、その滑らない話の中でですね、またですね、かなりですね、特徴的な話をしたんですね。それはどんな話かっていうと、まずは普通に滑らない話をしたわけですよ。はい。で、それでわーって笑いが起きて、まあ、普通だったらそれでおしまいじゃないですか。はい。ただやっぱ後藤さんはさらにそこからひねりを加えるんですよね。それは何かっていうと、まずは普通の滑らない話をしました。で、その後にですね、なんて言ったかっていうと、実はこの今ね、たった今この下話をですね、とある女優の人が、深夜番組、まあ何かしらの番組でですね、なんと全部パクって、全部ね、自分の話として披露していたんですよっていう風にね、もう一個付け加えて、そこでもドカーンって笑いになったんですね。まあだからまた後藤さんなりにこう仕組みを考えたね、うまいですね、他にはないですね、後藤さんなりの投稿をしたというわけなんですよ。はい。でですね、今回の動画でね、まあ今回の話で僕は何が言いたいかっていうと、このですね、じゃあ後藤さんの投稿ね、全パクリした女優とは一体誰なのかってことなんですね。はい。で、まずですね、後藤さん自身がですね、どんな投稿を披露したかっていうとですね、天然のおばあちゃんみたいな話なんですね。はい。それは何かっていうと、まあ、後藤さんにはですね、まあ、おばあちゃんがいるらしいんですけど、このおばあちゃんが結構天然らしいんですね。でですね、このおばあちゃんがですね、まあ、後藤さんが中学生の時にプレゼントをね、あげるって、送ってくれるってなったらしいんですよ。で、後藤さんはですね、当時、ゴーカイジャーっていうですね、まあ、戦隊もののね、まあ、何かしらのやつがあって、それは好きだったらしいんですけど、その中で出てくるですね、まあ、武器っていうか、グッズか何か分かりませんけど、その、レンジャーキーっていうのがあるらしいんですね。レンジャーキー。だから、ゴーカイジャーのレンジャーキーが欲しいよって言ったらしいんですよ。はい。そしたらおばあちゃんが、ああ、そうかそうか、レンジャー、なるほど、なるほどとね、あ、それだったら昔おじいちゃんが使ってたから送ってあげるよって言われたらしいんですね。昔おじいちゃんが使っていたってなるじゃないですか。で、実際問題、じゃあ何が送られてきたかっていうと、そのレンジャーキーじゃなくて、メンジャージーだったんですね。メンジャージー。要は、メンのジャージが送られてきたってわけなんですよ。レンジャーキーをお願いしたのに、メンのジャージが送られてきたっていうね、話なんですね。まあ、天然のおばあちゃんの聞き間違いと言いますか。っていう話をした後に、いや、実はこの話を女優さんが全部やってたんですよっていうふうな、ね、ことをですね、滑らない話で、ですね、披露したわけなんですね。はい。じゃあですね、じゃあこのですね、今言った、このね、話、メンジャージーの話をですね、丸々パクった女優とは一体何なのか、そしてその番組が一体何なのか、これ先結論から言っちゃいます。番組としては何かというとですね、深夜にやってるですね、まあ、お笑い芸人加藤浩二さん、極楽とんぼの加藤浩二さん等が出てるですね、俺たちごちゃ混ぜ集まれやんやんっていうですね、まあ深夜番組がねやってるわけなんですよ、ラジオの。その番組です。はい。で、その番組の中にはですね、まあ新進気鋭のですね、アイドルだったり女優さんだったりとか、そういう人がいっぱい出てくるんですけども、その中でレギュラー出演している阿部音さんという方ですね。
この方がですね、全パクリしてました。で、ちなみにこの安倍音さんっていうのはどんな方かというとですね、今ですね、ロンドンハーツかな、うん、ちょっと前にですね、ロンドンハーツでですね、新たなですね、女性タレントを発掘するみたいな企画でですね、かなり活躍されて、最近ですね、結構ロンドンハーツに出始めてるんですね。はい。で、ロンドンハーツってめちゃくちゃ人気あるバラエティ番組ですから、まあ、ここからですね、別のバラエティ番組でも結構活躍がね、増えていくんじゃないか。なんだったらですね、ソロでですね、グラビア活動とかでね、表紙とかもやってたりするんで、うん、まあ、なかなかですね、こっから売れていく可能性が相当高いんじゃないかと言われている方なんですね。はい。で、ちなみにこの方はですね、劇団4ドル50セントっていう秋元康さんが作ったですね、劇団の中の人気メンバーみたいな感じですね。うん。まあ、はっきり言って劇団としてはなかなか芽が出てないんですけども、今回ですね、ロンハーに見出されたことによって、バラエティ番組だったりとかグラビアだったりとか、そのあたりでここから先ね、どんどん露出が増えていくんじゃないかとされてるわけなんですね。はい。じゃあ、実際問題ですね、そのね、この俺たちごちゃ混ぜの中でどんな風にパクったかという話をですね、じゃあ具体的にしていきます。はい。これ何かというとですね、2019年の6月15日ですかね。うん。まあ、だから6月の2週目ですね、のですね、この放送内で事件は起きたわけなんですよ。はい。で、実際問題ですね、なぜこのね、安倍音さんがパクってることに僕が気づいたかっていうと、まあ、僕はですね、もともとこのですね、滑らない話は見てたんですよ。で、滑らない話が放送されたのが2020年の1月11日なんですね。はい。で、安倍音さんがですね、これをパクったのがいつかっていうと、2019年の6月15日の、まあ、6月の2週目の放送なわけなんですね。うん。で、まあ、だから言ってみたらですね、多分その放送を、まあ、後藤さんは、まあ、聞いた。まあ、ラジオだから聞いたですね。聞いて、うわ、この安倍音さんって人が俺の話パクってると思って、その話を、まあ、2020年に滑らない話で後藤さんは、でね、披露したというわけなんですよ。はい。でですね、まあ、これ、ね、俺たちごちゃ混ぜってのはどんな番組かっていうと、基本的にはですね、良い子の有野さんだったりとか、極楽とんぼの加藤さんだったりとか、平成のぶしこぶしの徳井さんとか、その辺の芸人さんたちがレギュラー出演しているんですね。うん。で、前半はですね、その芸人さんたちのトークなんですけど、後半になるとですね、各事務所の中からですね、一押しのですね、女優だったりとかアイドルとかが、いっぱい出てくるわけなんですね。うん。で、その人たちが言ってみたらね、ヤンヤンガールズって言われていて、だいたい10人くらいかな、いるわけですよ。うん。で、この10人はですね、1年ごとに変わっておくわけなんですよ。いわゆるヤンヤンガールズ何期生みたいな感じでね。うん。で、このですね、選ばれた中からですね、毎年結構な確率ですね、ブレイクする人とかがいたりするわけなんですよ。はい。ちなみにこのですね、最新のですね、木の中にはその安倍音さん以外にどんな人がいるかっていうと、指原莉乃さんがプロデュースしてるですね、イコールラブのですね、まあ、っていうアイドルグループのメンバーだったりとかですね、うん、まあ、他にも NGT48 でエースクラスに活躍してる方だったりとか、まあ、そういった方たちがですね、結構入ってるわけなんですよ。はい。でですね、このヤンヤンガールズっていうのはですね、後半に出てきて何をするかっていうと、何かしらの企画で戦ったりとかね、自分なりのトークを展開するっていうわけなんですよ。うん。で、安倍音さんもですね、自分がですね、話せる機会、まあ自分がですね、まあ面白い話じゃないですけど、最近こんなことがあったんですよ、みたいなことを話す機会があったんですけど、そこでですね、このですね、メンジャージーの話をまんまやってたんですね。まんま。うん。僕もですね、まあ、聞いたんですけど、ほんとまんまやってました。マジで。うん。まあ、ただですね、後藤さんの話では、その天然おばあちゃんっていうのは、後藤さんの実際のおばあちゃんっていう話でしましたけど、今回のですね、件に関して言うと、その安倍音さんは、自分のお姉さんの、知り合いの子供とその家族みたいなね、おばあちゃんみたいなね、そういう感じで、その自分の家族じゃなくて、あくまでお姉ちゃんの知り合いの、まあ、友達というか、まあ、その辺の家族に置き換えてはいましたけど、全く話は一緒でした。本当に。うん。レンジャーキーをお願いしたらしいんですよ。でもね、そしたらおばあちゃんがメンジャージを送ってきたんですよって言って、もうね、スタジオめちゃくちゃ受けてましたから。うん。ね、まあね、これはね、僕も初めて聞いて結構ゾッとしましたね。はい。安倍音さんってですね、結構ほんとね、なんていうのかな、あれは、うん、なんかすごい純粋そうな田舎から出てきたですね、本当に純朴そうなですね、まだまだ少女みたいな感じの雰囲気の人なんですよ。実際問題、ロンハーの中もですね、ジャグリングとかを披露したんですけども、できなくてですね、追い詰められて泣いてしまって、それがめちゃくちゃ可愛くて、なんて純粋なんだ、みたいな感じで注目されて、ロンハーでね、使われるようになったっていう経緯もあったりするんで、そういうところだけですね、僕はロンハー毎週見てるんで、先にそこだけ見てたんで、あ、この子すごい純粋そうないい子なんだなって僕も勝手に思ってたんですけど、その話を聞いてね、ちょっとゾッとしましたね。うん。じゃあ実際問題はこれわざとか否かって話なんですけど、まあね、もしかしたらね、僕は思うのは、その安倍音さんがね、そのね、まあ後藤さんもその話を以前ですね、別の深夜番組で一回披露したらしいんですよ。だからそれを見て丸パクリしたのかね、安倍音さん発信で丸パクリしたっていう可能性もあるし、まあもしくはですね、事務所側がね、うん、
要は先ほども言いましたけど、このヤンヤンガールズっていうのはね、毎回戦いなわけですから、ってなった時にマネージャーとかがこう今日はどんな話しようか、こういうのどうみたいな感じでどっかから引っ張ってきてね、そのことを安倍夫さんと打ち合わせして話させたとか、まあ何にせよですね、何にせよまあその誰かしらのですね、まあ入れ知恵が入ってるか否かは分かりませんけど、少なくとも安倍夫さんはパクることに全て納得した上でやったってことは間違いないと思いますね。なぜならばね、この話は全部後藤さんが体験したことですから、安倍夫さんは何にも体験しないわけですからね。はい、まあ皆さんよろしかったですね、本当俺たちごちゃ混ぜ集まりやんやんって番組の2019年の6月の2週目ですねの回のやつをですね、ちょっと一回全部聞いてみてください。出てきますから。あとついでに後藤さんの滑らない話もね、よかったらその上で聞いてみるとね、より面白いと思います。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終わります。このシーンちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、あとよかったらねコメントもお願いします。どうもありがとうございました。